フェミクティはナイジェリアのミュージシャン。アフロビートの創始者として世界的に有名なフェラクティの息子。1962年、フェラ、クティとレミクティの間にロンドンで生まれ、ナイジェリアの全首都のラゴスで育った。母親のレミがフェラの元を離れると、フェミはレミと共に生活するようになった。その後、フェミは父親と共に行動することを決め、最終的に、 フェラのバンドの一員となった。父フェラと同様にナイジェリアの政治的、社会的問題に強い関心を示し、クティ親子はナイジェリアでも最も政治的なミュージシャンと見られていた。ただし、宗教観については意見をことにした。ドラマー、トニー・アレンは、US ブラックパンサー等がフェラ・クティのバンドに与えた影響についてメディアに語っている。1999年、 フジロックフェスティバルに初出演。2001年、アルバム、ファイトツーウィンで、コモン、モスデフ、マニーマーク、ジャグアーライトなどのアメリカのミュージシャンと共演した。2002年には、フェミの人生に影響を及ぼした母親レミが60歳で、亡くなった。フェミの息子は、父のバンドで、アルトサックスを演奏している。ラジオ局イフ99の司会者役を演じた。 ありがとうございます。